上野フロンティアタワーは東京都台東区上野3丁目24-6にある複合施設である。開発、運営事業者は大丸松坂屋百貨店、建設工事は竹中工務店が請け負い、2017年11月4日に開業した。百貨店松坂屋上野店、南館跡地に建てられた超高層ビルで J フロントリテイリング参加の 大丸松坂屋百貨店とパルコが初の連携によって地下1階に松坂屋地上1階から6階にパルコや上野7階から10階に9発のシネコンである東方シネマズ上野が入り12階から22階はオフィスフロアとして貸し出されている上野松坂屋本館トッパークプレイス24とは地下1階及び3階と6階の連絡通路でつながっている 上野フロンティアタワーの開業を機に、同施設と上野松坂や本館、その周辺施設を下町フロントと名付け、周辺コミュニティと連携して、新しい下町文化の創出と地域活性化を目指すとしている。本館から約60ブランドを揃えた、婦人靴売り場を移転。また観光案内所の機能を持ち、地域の情報発信や物販、イベントを行う、上野が、好き。 ステーションを設け、コミュニティウェブサイト、上野が、好きと連携する。パルコや上野は、東京都台東区上野3丁目24-6の、上野フロンティアタワー内にあるファッション専門店ゾーン。オープン時のキャッチフレーズは、ちょっと上野、大人の、パルコ。1973年開業の渋谷パルコ以来、44年ぶりとなる、東京23区内への新規出店となる。 松坂屋上野店は南館に同じ J フロントリテイリング参加のパルコンを導入することで客層の若返りを図った。ロゴはカタカナのパをかたどったものとなった。ストアコンセプトは友達を誘いたくなるちょっとおしゃれな大人のたまり場。テナント数は68店舗で、そのうち52店舗が上野地区初出店となる。主な店舗、施設東方シネマズ上野は、 東京都台東区上野3丁目24-6の上野フロンティアタワー内にある映画館。経営、運営は、東方シネマズ。2003年8月31日に閉館した上野東方劇場、上野宝塚劇場及び2006年5月14日に閉館した上野セントラル。1990年3月1日に閉館した上野パーク劇場の後を継いだ。 東方系列の映画館で、上野地域での東方系列の映画館は実に14年ぶりである。音響設備は、ビブオーディオスピーカーを全スクリーンに導入。秋葉原から徒歩圏内に位置することから、アニメファンに支持される上映ラインナップを提供していく、方針を掲げている。スクリーン操座席数は1424席。コアを南側に配置することで、ダブルスキンや、 エアフローウィンドウ等を用いず、一般アルミサッシで快適な環境を実現。また、周囲には対面する高層建物がないため、上野公園を含めた良い眺望を享受できるオフィス空間となっている。ありがとうございます。